2024年はプロレスラー力道山の生誕100周年である1924年11月14日制街頭テレビに群衆を集めひいてはテレビの普及にも貢献した同選手の白日といえば1963年5月24日に行われたザ・デストロイヤー戦だろう日本テレビ系列で生中継された試合は平均視聴率64.0% ビデオリサーチ調べを叩き出し、現在でも歴代高視聴率番組の位にランクインしている。2006年、朝日新聞が行った心に残る高視聴率番組は、のアンケートでも、ドラマ、お深夜、ニュースの浅間山荘事件、ビートルズ日本公演と並び、この力道山 vs デストロイヤーが10スグルのうちに挙げられている3月1日付長官紙面より、 当時、金曜日の午後8時から放送されていたプロレスは、最大の娯楽番組であった。63年の、日本プロレス中継、の2位以下の視聴率は以下となる、日付は放送日。53.9%力道山、豊登り、グレート統合バーサスジノマネラ、キラー X、パッドオコーナー。3月29日。 51.9%力道山 vs キラーコワルスキー。5月17日、51.8%力道山、吉村道明、マンモス鈴木 vs トニーマリノ、ジエクスキュショナー、ミスターブルート。2月15日、いずれも50%を超えており、改めて見てもすごい数字だ。とはいえ、力道山 vs デストロイヤーは、 2位以下に10%以上の大差をつけている。なぜ、この試合は、軍を抜いて視聴率が高かったのか。その意外な理由を解き明かしたい。日本初登場時のデストロイヤー。通気性の良いマスクに合う素材を探していたら、女性の下着を逆さにかぶるのが、一番良かったんだ。妻とよく女性下着売り場をあさったものさ、マスクは婦人のお手製。道理でつけ心地が良いわけだよ。 わら、マスクマン変身にあたり、こんな意外な真実が本人の口から飛び出すほど、日本で愛されたデストロイヤー。伝説のバラエティ番組、噂のチャンネルにおける、和田明子との共演も知られるところだ。外国人プロレスラーとして初めて旭日総合賞を受賞したのも、このデストロイヤーである、2017年。もっとも、デストロイヤーの日本初登場は衝撃的かつ、 恐るべきものだった1963年5月17日、決戦のちょうど1週間前に行われた第5回ワールドリーグ戦、優勝戦のリング上に、顔見せ、という形で現れたその姿は、スーツに覆面着用という奇妙な入でたちで、なんとなく滑稽でもあった。ところが、力道山と決勝を争うキラー・コワルスキーが有効の証とばかりに手を差し出すと、 握手には応じず、いきなりその頬を張ったのである。当時のデストロイヤーは WWA 世界王者だった。俺に来やすくするな、という意味だったか、突然のことにコワルスキーは動けず、これだけで、デストロイヤーは、コワルスキー以上に怖い、というイメージがついた。そして、何と言っても彼の代名詞とも言える、足四の字固め、以下、四の字固め、が新鮮だった。 羽田国際空港に初めて降り立ったデストロイヤーは即席の会見の場で記者相手にこの技を初披露し悲鳴を上げさせたのだ来日2日後5月19日には日本での初試合に臨む相手は力道山でシングルの三本勝負だったが噛みつき攻撃で力道山を流血させたかと思うと1月1日から最後はわずか0分57秒で 4の字固めで力道山からギブアップを奪った。